不良か。もうちょい前おいで。もうちょい前おいで。はい、行こう。Okay. おひげやな。ご機嫌ですか？
名古屋。上に行く。オッケー。
Thank you. Thank you. Go kick you. なんか匂う。長持ちしとんな、このキノコ。向こうにあんのはゴルフボール。結構大きなキノコやな。たくんだもう。あこちゃんどこにしたったの？またふんだあんたの。ふんだ。多分あんたのやろ。前におんねんからな。ふんじゃいましたがなもう。
そやな、戻ろうな。分かってんな、あんた。こっから帰んの分かってんねんもんな。な、分かってんの。俺あんたがしたやつじゃないでも。
山場と山場と木地場と山椒の実を食べてます。山椒の実なんか美味しいんかな。朝倉山椒やからトゲはありません。ここは乗って、お父さんせっかく作ったから乗って、ここ、ここ乗って、はい、OK、 ここは乗ってくれへんの、乗ってくれへんの。
早く、ストップ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 早く。吊るし柿にする渋柿です。やめときな、渋いからやめとき。夏目。あ、青リンゴみたい。いる？あ、落ちた。
落ちた。リンゴ食べるからな、食べるやろ。まあ、リンゴみたいな感じ。ちょっと遅なったか。小ゴミ。ブッキーブッキおいで、ブッキーおいで。ブッキー、吐く。吐く。吐く。これ以上入らない。吐く。おいで。おいで。来い。あの、来い。
開く。哎呀，不提，不提，不提，哎呀，还有很多。いいよ、開く。いいよ。
いぶき。いやね、36。うん。毛が多いからね。そうやね。よし。よし。どうもこんにちは。お久しぶり。ウェンディ死んで何年になります？ウェンディ死んでこんにちは。もう9年もなります？また買いましょうよゴールデン。また買おう。え、この子が告白？小さい方が琥珀、大きい方が息吹。息吹、うん、琥珀、息吹、琥珀か、そうそう、そっちが琥珀ですわ。息吹、琥珀。おもちゃないけど、これやってください。これやったって。ソーセージね。やっぱ扱い慣れてはるから、喜んでるわ。あ、ゴミもらうわ、ゴミ。うん、はい、いいです、いいです。はい、お座りは？お座り。お座り、お座りできへんねん、こいつら。できへんの。はい。はい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 。足踏んどる、足。はい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 。はいはい。はい、琥珀。はい、息吹。もっと頑張って思ってんのか、いつも。いやいや、ちょっとずつよ。ちょっとずつね。うん、何回かに分けて。はい。はい、お願いします。はい。あ、嬉しいな、よかったな。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。いいね。いいね。またゴールデン買いましょう。いいね。今日ワンちゃんは？今日ワンちゃん、いいね、留守番。あ、留守番。お父さん破れてますからそこって開けたんで言って破れてんねん破れてんねんねえ飛びたいなそんな上ばかり見てたら、うん、ほんじゃ あの動画使わせてもらいますね。あ、そうですか。パーン止めるんですよあの子。ああ、ボール？ボール。あ、そう、うん。うちはそういう遊びってあんまやってへんからね。うん、あのおもちゃ使うてとか遊んでへんわあんまり。カ、う、キ、ん、転がしたらまあカキ食うてね喜びようけど。あ、カキ好きでしたねこの。カキ好き好きも。うん、ぶっちゃん女の人大好きやから。今あんたガクってなったやろ。こいつちょっと足弱ってんの。うん。もう足腰がちょっと弱ってきてんの。もう11歳やからね。まあまあ元気は元気やねんけどね。ウェンディ何歳まで生きる？14歳か。14いたらもう長生きやもんね。上等やば。羨ましい。2月の
2月3日ぐらいに、1日か、散歩行った時にもポタッと倒れて、はい、もう一輪車で迎えに行って、あっそっからもう寝たきりです。寝たきり、はい、何日ぐらい ?8 日ぐらい。あ、でも大往生やね、それやったらね。8日ぐらいか。それぐらいやったらね。うん、親孝行やわ。短いからね、14年いたら長い方やと思うわ。フフ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 フうん、冬場ここ見てたらよう木がようそこ歩いてましたね冬場ね冬場よう歩いてますね、うん、冬場もうぶちぶち危険を感じてるのかしらけどあんまりできないなんで危険感じるの料金に入るもんねもうじきねあ11月15日やったっけ15日やね、ねあれな子供いてました5、6匹ねあ、そうですか、うん、いや、一緒にはあるからやけどあ、へぇーヒロ、ここイノシシが逃げへんかったってどこで、うんうんうん、え川の向こうイノシシ、うん、へぇピッピーってなれたかって逃げやがらへん見えもしようらへんダメとんな降りて、こらって言うたらちょっと見て、タタタタタって逃げてきたいや、嬉しそうな、ええ動画が撮れたわ。遊魚でかいね、やっぱりね。遊魚でかい。ね。ウイルスじゃないやな。これ、膨らみ悪かったもん。いやでもウェンディ自由やったもんね一緒に歩いとってん道路あのなんだっけタロちゃんか太郎ちゃんか遠くの方でおったよ何回か僕確か奥さんに一回電話したと思うわ、はいはい、もう何回もなんかいろんなとこから電話あったでしょ、はいはい、ウェンディ歩いてるで世の中で保護された時もあ保護されたこともあんねや警察にも警察にもお世話になって役場に見たかいてやったうちそういぶきも役場の人にあれよ一日お世話になったん、はい、僕九州へ出張行ってる時に、うん、嫁さんもあの一緒に行っとって、うん、帰ってきておれへんの出て行っとんの、ね、近所の人が捕まえてくれて、うん、公園のとこ歩いとったらしいんでね、はい、ほんで役場連れて行った役場金曜日で休みになるから、はい、土日あの家連れて帰ってくれとって役場の人がめっちゃ親切にあれよあの生活しとったわ家の中入ってソファーの上座っとった自分の家みたいにほんでもともとゴールデン買うて張った人らしくてもしこのまま飼い主出てけへんかったら顔も取ったやつ家帰ったらハスキー呼んだよこんなでかいのえいやだからもうゴールデンに知り合う前ですわはあ、はあ、あその前ね、はい、ウェンディの前ね、はいうん、もうこれ絶対うちのもんにしたろうって言うからうちのもんにしたもうそれでパパにこんな首輪もこうやってきてもうてねそれで散歩してたらもうひとみさんにが見てもう情報が入ってるんですよあ、小島さんとこほんならあ、違うの希望画家の人あ、そうなんや小島さんとこもねハスキー凍ってたもんね長いことねうんでもある人がねあの犬はうちでこ西脇さんとこで世話になった方が幸せやったかなって言ってくれたあ、そうなんやあ奥さんとこで行ったらさ、幸せやわ。大事にするも猫もそうやし。あ、うち、元気よ、ククちゃんまだ。まだやったらあれやけど、13歳やから今。元気元気。
そうそう、クグちゃんね、あの、そう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 、あの、いただいたもんね。このクグがまだ2つ上やん。兄弟のカンスケも元気です。あ、そうですか。はい、うーん、親は、親はもう亡くなった。親は死んだ、はい、あ、私のここで。あ、そうですか。うん、もうすぐに死にましたよ。あ、そうなんですか、はい、エイズやったかもか。ん、エイズ。あ、そうですか、猫エイズね。言わはった病院がね、あれも発症するかせえへんか分かれへんからね。キャリアでも別に長生きする子もおるからね。10時から見に来てください。100人ぐらい見に来てくれてますんで、いつも、うん、見ます。忘れんといてよ、パパ。あ、いやいや、自分で覚えてたね。自分で覚えてたね。あのタイマーせな。9時ね、45分ぐらいからチャットもできんねんけど、 ID 持ってなかったらチャットは書かれへんから、 Google の ID があったら YouTube の ID 一緒に行けんねんけどね。言うて日本語やけど意味は分かる。どこに住んでますの。日本語から見たらな、あれ誰やろ、あそこ行けるの。関さんに似てるけど、いつも車で来はねえけどなと思って今日上からずっと歩いてもそのまま来たんでね。もうここは使ってね。あ、あの、はい、ありがとうございます。この子たち。なあ、パパ、うん、なかなかね、勝手に電気柵あるのを開けて勝手には入られへんからね。うん、あ、ここはね、あの、はい、うん、開けるとこ分かってますんで。暗なったら電気で通るけど。あ、そうですか。うん、今自分が。うん。まあ大体こんな朝やから、大体ね。どうぞ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 。なあ。奥さん扱い慣れてるからね、やっぱり。前、あの、昔、奥さん、ウェンディ可愛いから噛みついたことある言ってましたやんか。あれ、うち、時々嫁さんとお話するんよ。可愛いから噛みついたって。ウェンディびっくりしとったやつだったもんね。でも、なんで、外でこうやってたからな、ずっと家の中でこう撮ったって。ねえ、それだけが。こちらもこちら今でも半々やからね、うん、家の中と外と半々ぐらいですよ。だ、まあ事務所もいつも連れてきてるから、はいはい、割と僕通る時間は長いけどね、はい、ずっと外でおったから、あの1月2月頃かわいそう思って入れるでしょ、ええ、3月ぐらいだったらね、ポポポポ開け言うんですよ。やっぱりちょっとガラス割れるやん。ガラス割れるやん、ね、やっぱり外の方がいいね、うん、いや、それよくたと外におったら自由でよかったじゃないか。太郎ちゃん呼びに来るって言うて、その代わり門も何もなかったからな。ね、あの、結構自由にしてましたもんね。おらへん時は置けへん。繋ぐなんてみたいな。自由にしてたもんね、ほんまにね。お晩は強いとこ長んどって感じ言われました。いや、いや、あの、どっか行きよるからね。帰ってきへん時は。すごいね、そんな変わり方してる子はあんまりおらんわ。やっぱりな、ぼちぼち言わはる時が。だからあんまり、私ここの、あのね、畑ね、散歩こう行ってて、ずっと上。ほんなら、男の人で、いや、怖っと思ってたら、向こう、いや、怖っとか言って、ゴールデンですかって言って。はい、ゴールデンですけど、って言ったら、ボロボロやから分からへんかったわ。ボロボロやったって。ボロボロやからって。言い方あるやろ、みたいな。自由にしてるんや。いや、でも結果として14年も生きたやったら長生きやもんね。暮らししてたんやわ。だから外で買うのは多分あんまり関係ないんですよ。この子ら寒いの強いからね。全然そんな関係ないと思いますわ。ね、その場に雷鳴ってたら、あ、わー入ってきましたよ。あ、雷ね。こいつが今怖がんねん。ぼっちはあんまり気にせへんねんけど、はい、こいつはその向こうに前に落雷があったんですよ、はいはい、で杉の木が一本割れて、
その時にずっと電気が地面来たみたいで、はい、それからすごい怖がるようになって、うんうんうん、今はもう雷遠くになっとっても、あの、戸を引っかいて開けてくれって言ってきますわ、うんうん、怖いな。まあ、わけ分からへんからね、こいつらにしたらね。いや、覚えてるな。あ、細いのしてるでしょ。ほんまや。うん。ほんまや。でも、1cmぐらいのやつの、顔のやつ、高いの買うてきたんじゃん。あれは、あれやんか。ゴールデンのために。ゴールド、ちゃう。ハスキー、ハスキーのために。違う違う。ウェンディのために。ウェンディは。こうつけて一週間あらへんかった。落としてきよう。落ちるよね、あの、うん、そうそう、時々落としますよ。これもあの、よう落ちるのは白土武器がようこうもつれようてね、うん、噛んでこう遊ぶときに歯に当たって、うん、ほんでよく抜けるみたいで、うん、何遍も今までこれ落として、うん、で同じコース散歩するから、うん、ずっと見てるとまたあるんですよ。でこいつが匂い嗅いで自分のやって言うときもあるしね、うん、カチコイなぁ、うん、カチコイなぁ、あんたもカチコイやん、うん、やめて、こんなの人好きやねんって、こんなの人好きやん、ハクはな、男も女も平等やねんけどな、ぶっちゃんは明らかに女の人の方がひいきや。でも目見てくれへんよ、ママ目見てくれへん、見てや見てや。いやいや、ありがとうございます。つい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 ひっつき虫取るでしょ。そう、私もそう、ほんまに家帰ったらずっとやってるわ。